はい、ちくわでーす。今回は、QORPO と書いて、ちょっとね、読み方がわからなくて申し訳ないんですけれども、こちらのね、ゲームプラットフォームをご紹介したいと思います。で、こちらのゲームプラットフォームは、Unreal Engine 5を搭載した AAA 品質のゲームである、現在ご覧いただいているシューティングゲームである、シチズンコンフリクトや、神秘的な生き物でいっぱいの島を探索するファンタジー RPG であるアニメイト、また様々なチャレンジに参加をして賞金を獲得するパズルゲームであるエッゴスかなというね、いろんなゲームをプレイできまして、で、ね、これらのゲームはすべてすで、に上場済みの QORPO トークンによって統合されておりまして、様々な本格ブロックチェーンゲームを一つのトークンで横断して楽しめるというメリットがあるプラットフォームになっています。他にもね、すべてのゲームにおけるゲーム内資産を保管できる Web3 ウォレットや NFT などのマーケットプレイスなども利用できるため、一つのね、ゲームだけでは飽きちゃうという方にはね、気軽に遊べるゲームプラットフォームとなっております。はい、でこちらがね、QORPO の公式ホームページになってまして、こちらの方でね、こういろんな NFT を購入するとこういうことができますね。で、例えばこのアニメイトのジェネシスゼロというね、キャラクターか、これは、まあ、こういうものをね、BNB で購入ができたりですとか、まあ、あとはですね、こんな感じで、ね、先ほどご紹介しましたシチズンコンフリクトですとか、アニメイト、あとは、ね、エッグって書いてますけど、まあ、エッコスかなとかね、他にもこういろんな、ね、ゲームをプレイできるということみたいですね。でね、こちらのゲームプラットフォームで使用されている QORPO トークンですけども、こちらの方にね、チャートがありまして、現在は 81.45 円ほどで推移していると。まあ、ちょっと今ね、仮想通貨の価値が下がってきてしまっていますので、若干ね、一緒にこう落ちてしまっている感じになっていますけれども、まあ、ただね、こう年間をね、通してみると、まあね、上がったり下がったりもしながらね、まあそれなりの下降推移しているという感じのトークンになっています。でね、こちらのトークンはね、どのゲームでも使えるということみたいですね。はい、ということで、高品質なブロックチェーンゲームを気軽にね、プレイができるゲームプラットフォームである QORPO というね、ゲームプラットフォームをご紹介してきましたけれども、まあ、やはりね、ウォレットとか、トークのね、横断ができるというのはね、非常に、煩わしい手間が省けますので、いろいろなね、ブロックチェーンゲームをした方には非常におすすめのプラットフォームになっていますので、ぜひね、一度試してください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。